はい、ありがとうございます。はい、どうもめちゃねるです。本日私はですね、名古屋の方にね、来ております。栄のですね、こちらのポートヤードバイマリオット名古屋さんの方にですね、まあ、初めてね、これからチェックインさせていただきたいなと思います。もう間もなくね、16時迎えるところですので、早速チェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってまいります。ということでね、フレディのチェックイン手続きが完了しまして、これからね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。今ね、4時前という感じですけど、すんなりね、チェックインは完了いたしました。はあ、やっぱりね、高級感ありますね。ポートヤードっぽいっていう感じよりは、なんかめちゃめちゃいい雰囲気ですね。 OK、 こっち来た。はい、ということで本日は12階のお部屋となっております。まあ、お部屋はね、特段アップグレードはないんですけど、最上階にねアサインいただいております。12075室となっております。すごい、なんかエレベーターのね、手すりなんかもボッテガみたいなね、はい、川調の感じになってますね。12階。はい、ではね、本日は12階ということで、今エレベーターホール来ましたね。で、本日左手1207号室でございます。はい、お、角なのかな。いや、まだこっちにぐるっと回るんですね。あ、一応角ここでございます。1207号室いいじゃないですか。はい、こちらの1207号室。はい、ということで入っていきましょう。はい、え、すごいの。はい、こちらですね。おお、綺麗だね。おお、はい、という感じでやってまいりました。ちょっとマスターね、電気つけていきましょうかね。ああ、コンパクトですけどめちゃめちゃ綺麗でいいですね。はい、まあ、こんな感じのね、お部屋となっております。最上階で、ビューとしましては、東横インビュー。名古屋駅はあっちの方ですかね。ウェルカムスイーツ？全部があるわけじゃないんだよ。はい。こんな感じですね。いやー、末恐ろしい。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、簡単に、お部屋のね、ご紹介していきたいなというふうに思います。はい。ということですね、本日は12階最上階のお部屋で、エレベーターホール出て左手、曲がったすぐの、ね、角でございます。1207号室でございます。で、入っていただいている、ね、マスター類がありまして、左手が収納ですね。はい、こんな感じの、ね、クローゼットという風になってます。下も、ね、広々とスーツケースなんかも置いていただけます。で、ここを、ね、開けると洗面台が、ね、閉まると。で、洗面台を開けるとクローゼットが、ね、閉まるという感じになってますね。ここは、ね、ちょっとだけ開くという感じになってますね。なるほど、よく考えられてますね。で、このウッドがね、またいい、なんだろうな、マホガニーみたいな、なんかそんな感じの木なんでしょうかね。個人的には結構好きな、木目ですね。フローリングなんかとも、合っているという感じです。そして右手がね、こちらの荷物を置いていただく台があって、これなんだろうな、あ、あれか。蒸気のスチーマーみたいな感じのね、形がしてます。あ、これか。衣類スチーマー。はい。
がございます。いいですね。で、ブラシ類があって、こちらがパジャマ。これがですね、ルームエアについてはおそらくワンピースタイプですね。はい。そして、靴べらとスリッパがありまして、収納スペースには、はい、こちらですね、ランドリーの袋とメニューの料金表がございます。この上がセキュリティボックス、セーフティボックスとなっております。はい。まあ結構広々してますね。いや、シンプルですけど、なんか明るいし、やっぱり新しいから気持ちいいですね。はい。で、姿見のね、鏡がこのようにドーンとありまして、左手、水回りなんですけども、エアコンのね、パネルがこのようにございます。で、水回り、バスタオルとかね、タオルとかかけていただくフックがあって、ここもね、まあ、間仕切りができるみたいですけど、開放的な感じでいいんじゃないでしょうかね。はい。マスター類があって、ティッシュとタオル。この下開けていただくと、ボディタオルだったりとか、シャワーキャップとか、まあ、一式ね、アメニティ類が歯ブラシとかね、ございます。歯ブラシなんか、良さそうな感じですね、これね。はい。で、こちらハンドウォッシュと、ボディローションがあります。で、グラスですね。はい。こちらは、私あまりわからないな。ニルベア。ニルベア製。どんな匂いするんでしょうね。で、足元の方にはタオルがね、いっぱいあって、バスマットみたいなのがあって、ドライヤーがね、こちらにございます。ドライヤーは、このイオニティタイプでしょうかね。大きさ的に。あ、でもなんか、ツヤ消しの、はい、触り心地なので、はい、こちらですね、サロニア製のドライヤー置いてございます。最近これ流行ってるんですかね、黒か白かみたいな感じですね。いいですね。そして、お手洗いですね。間仕切りはこんな感じです。はい。まあ、ウォシュレットね、こういう感じのウォシュレットという感じになっております。はい。で、こちらのお部屋につきましてはですね、浴槽がなくて、シャワーブース、シャワールームのみという感じになってますね。このレインシャワーと、ハンドシャワー。まあでもなんかこだわりがね、ありそうな感じのヘッド。白。すごい。白ですね。で、こちらが、上がね、上に回していただくと、レインシャワー、下がハンドシャワーという感じ。はい。まあ水圧も十分です。ちょっと今ビビりました。はい。で、同じく、シャワー、コンディショナー、ボディウォッシュとはニルベア製という感じですね。はい。椅子なんかもね、ございますね。お、なんかティッシュが落っこってる。清掃漏れでしょうか。はい。こんな感じです。そして、こちらがミニバーのコーナーというか、ツヤ消しのね、電気ケトルがありまして、アイリス大山製となっております。なんかおしゃれですね。で、お水がなんか6本もある。めちゃめちゃありますね。すごい。はい。そして、こちらの方には、はい。カルディのコーヒーでしょうかね。ブレンドコーヒー。そして、煎茶。金吉っていうんでしょうかね。はい。で、アールグレーのね、ジャネットっていう紅茶があったりとか、こっちもね、コーヒー。ございます。なんかすごいこだわりがね、あるものを使ってるような感じしますね。マグカップなんかもね、非常におしゃれ。ツヤ消しネイビーのね、感じです。茶柄入れもセットになってる感じですね。はい。なんかすごくおしゃれな感じします。で、冷蔵庫ですね。まあ、特には入ってないのかな。はい。空ですけど、冷蔵庫ね。まあ、こんな感じで入れていただくことが可能です。はい。で、足元の方にはゴミ箱ですね。手前が、はい。リサイクルペットボトルとかですね。そして、こちらの台があって、なんかいいですね。このテレビパネルなんかもね。ここら辺も物を置いたりしていただくことできます。はい。で、こちらですね。シャープ製のね、テレビとなってまして、結構これも大きい。アクオス60ぐらいありそうな大きさですね。うんうん。で、コンセントがここにありますけど、HDMI とかなんかね、差しやすそうな感じになってるけど、メスなんですよね。はい。だから、あ、ちょうどね、ファイヤースティックとかさせる感じになるのか。いいですね。はい。そして、間接照明なんかも雰囲気があるね、間接照明がございます。いいですね。はい。で、
もうレイ君ね、今ね、キャベツ太郎食べてますね。お腹空いた。はい。で、こういったね、ソファーみたいな椅子があって、まあ、テーブルも結構大きいんでね、使いやすいんじゃないかなと思います。レイ君とね、そっちにいて、私がこっち側向けてライブをね、できるような感じかなと思います。で、ベッドがね、こんな感じで、キングベッドのお部屋となってまして、で、ここにも腰掛けていただく椅子がね、あったりします。で、ベッドのね、サイドパネルにつきましては、これも、なんだろうな、ベッドのね、このところも、すごいいいですね。ここもなんか物を置いていただくことできそうな、いいウッドがね、使ってる感じしますね。はい。で、間接照明も、おしゃれですし、はい。ここね、調光調節ができます。で、コントローラー類があって、そして、コンセントが1箇所と、USB-A が2箇所。そして、こちらのね、はい。ワイヤレススピーカーがございます。はい。で、聖書とかね、ございますね。はい。なんか、いい感じですね。なんか、個人的にはめっちゃ好きなタイプのお部屋ですね。落ち着きますね。はい。で、反対サイドは同じようにですね、間接照明があって、はい。読書灯のスイッチだったり、こっちにもね、コンセントと USB-A が2箇所。そして、ティッシュペーパーがあって、こっちは、特には入ってございません。はい。という感じですね。まあ、ここ閉めていただくとね、こういう感じ。まあ、またね、雰囲気がだいぶ変わりますけど。ああ、でも閉めててもなんかいい感じですね。ね、すごいね。まあ、個人的には、ああ、でもなんか悩ましいな。どっちもいいですね。開けたバージョンでもいいし、閉めておいてもいいかなっていう感じですね。はい。まあ、本日初めてね、こちらのコートヤード名古屋さんの方にね、初めて、お邪魔させていただきます。で、今回はね、こちらのデラックスキングというお部屋で、一泊ね、させていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード、下りが 24.33Mbps、アップロード、上りが 25.39Mbps となってまして、まあ通常のね、仕様であれば問題はないかなと思いますけど、今この時間帯でですね、これぐらいだとちょっと不安定かもしれないですね。まあ通常インターネットね、利用する分には問題ないかなと思いますけど、ライブ配信とかだと、まあちょっと遅れてしまったりとかね、まあそういうのはあるかもしれません。はい。ということですね。本日は初めてね、ようやく訪れることができました。コートヤードバイマリオット名古屋さんの方にお邪魔させていただいております。まあなんかね、やっぱりエントランスの佇まいからお部屋の感じとかもですね、まあお部屋、まあコンパクトなんですけど、やっぱりよくね考えられてて、非常に、いい感じです。で、エントランス周りもね、非常に高級感があってですね、かなり費用をかけてね、力入れてるなという印象がありました。めちゃめちゃ楽しみです。今のところもうめっちゃ、なんだろうな、落ち着く感じなので非常にいい感じはしております。で、まあ、キッズ用のね、レストランの方でですね、こちらアイスの、いただくことができるね、チケットだったりとか、まあ、ウェルカムアメニティということで、まあ、朝食をね、今回選ばせていただいております。で、その他ですね、まあ、ホテルブランドのコンセプトのね、ご案内であったりとか、国内6番目のコートヤードバイマリオットブランドのホテルですよ。コートヤードブランドはマリオットグループのセレクトサービスカテゴリーに属しており、フェアフィールドやアロフトとも同じカテゴリーに含まれますということで、まあ、ホテルは名古屋の発展の上で重要な役割を果たした堀川のすぐ隣に位置し、館内のインテリアデザインは堀川の自然、文化、歴史的要素から着想を得ていますということでね、まあ、ぜひ見ていただければなというふうに思います。まあ、オールデーダイニング朝6時半から10時半、ランチが11時半から14時半、13時半ラストオーダー、ディナーが17時から21時半ラストオーダー、20時半という感じですね。ロビーラウンジ、デイタイムが8時から17時、バータイムが17時から22時半、22時ラストオーダー。思ったより早いんですね。で、インルームダイニングもやっております。17時から22時、ラストオーダーが21時半ということで、2階には24時間ご利用いただくことができるフィットネスセンターがございますとかね、まあ、そんな館内インフォメーションといただいております。はい。ちなみにですね、激戦した客室アメニティを使用しており、廃棄物を含め、環境への影響をね、考慮しておりますということで、まあ元からね、まあ水は6本あるんですけど、一応書いてあります。水やコーヒーなど一部のアメニティ追加オーダーにはご利用金を頂戴しておりますということで、もうご了承くださいみたいな。まあ確かにね、アメニティ類、コーヒーだったりとか紅茶なんかも、こだわりがあるね、あまり見たことがない、
まあ、あとはカルディのね、コーヒーだったりとか、結構ね、こだわりがあるものを使っているので、まあ、そんな感じなのかな、という感じです。まあ、水も6本あるんでね、必要十分かな、というふうに思います。はい。ということで、まあ、ちょっとね、休憩させていただいても、レイ君もね、今、腹ペコでとりあえずキャベツサラダ食べてますけれども、ちょっと館内散策だったりとか、ちょっと周辺散策して、まあ、ちょっとね、ゆっくりしていければな、というふうに思います。まあ、クーポンもね、いただいててね、まあ、今日ディナーはどこでね、取ろうかな、というふうに思ってます。まあ、こちらで取るのもありだし、近くのね、泊まったことないホテルで、撮るのもありかななんて思ってたりするんですけど、まぁ、ちょっとね、そこら辺も含めて、考えていきたいなというふうに思います。ということで、ちょっとゆっくりさせていただきたいと思います。はい、とりあえずね、今、フィットネスセンターの方にね、やってきましたので、ちょっとね、覗いていきたいなと思います。今ね、1名いらっしゃるんで、あれなんですけど、まぁ、こんな感じのね、設備が整ってます。結構ね、広いですね。はい。お水なんかもね、ウォーターサーバーでございます。ロッカーなんかもね、ありますね。はい、こんな感じです。で、2階のフィットネスのね、奥の方には会議室とかですね、はい、ございます。結構ね、こちらも重厚感ありますね。あちらのね、奥行っていただくと、1階の方にね、降りていただくことができるので、あちらからね、ちょっと降りてみたいなと思います。はい。ということでですね、これからね、夕飯なんですけど、近くのね、今日はヒルトン名古屋さんで、ご飯いただいていきたいなと思います。はい。ではね、こちらで、ディナービュッフェいただいていきたいと思います。はい、とりあえずね、こんな感じで持ってきましたので、まあ、ちょっとね、サクッと食べていきたいと思います。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。じゃあ、レイ君、エビだね。うん、美味しい。ということで、私はね、ローストビーフを、エビ麺だよ。よいしょ。はい、ローストビーフ、いただきます。うん、うまっ。本当はね、ヒルトン名古屋さんも今回ね、泊まりたかったんですけども、まあ、日程的にね、ちょっとどうしてもね、タイトルしたので、まあ、レストランはね、今ゴールドステータス以上の方は 25% オフということもありましたので、まあ、せっかくね、イージャンクーポンもありますし、こちらでね、いただこうかなというふうに思いました。レイクもね、食べれるのいっぱいあるかなと思ったんでね、うん、これね、食べ進めてお部屋の方に戻っていきたいと思います。ごちそうさまでした。めちゃめちゃお腹いっぱいです。美味しかったです。まあ、こちらのね、コートヤード名古屋さんの方でですね、まあ、食事をするかも悩んだんですけども、まあ、今回ね、他のホテルにも行きそびれた、ホテルもいっぱいありましたんで、まあ、ヒルトン名古屋さん思い出深いね、ホテルでもありますんで、まあ、私のね、動画の、多分ホテルの撮り始めって言ったら、ヒルトン名古屋さんじゃないかなと思ってですね、感慨深いなと思ったんで、もう本当はね、宿泊したかったんですけど、まあ今回はね、Q1 プロモーション中ということもありましたんで、まあマリオットを中心にね、まあ合宿のね、IHG のホテルインディゴ犬山さんは、まあちょっとの別で覗いてですけれども、それ以外はね、マリオットで固めたという形で、まあ食事ぐらいはね、まあ 25% オフになりますしね、ゴールドステータス以上の方だったら、25% オフですし、生産すると500ポイントももらえるんでね、まあそれがてら、行こうかなということで行ってまいりました。よかったです。まあ、今度はね、お部屋行ってみたいですね。はい。ということでね、今日また22時半からライブをお届けさせていただく予定でございますので、それまでゆっくりさせていただいてですね、明日の朝食ね、ちょっと楽しんでいきたいなというふうに思います。そちらのアーカイブにつきましては上の方にね、リンク出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただければと思います。ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。ということでね、ぐっすり眠ることができました。まあ本日はですね、もう泣いても笑っても名古屋滞在、愛知県滞在最終日と、いうことでございます。今日はね、どんより曇り空という形ですけど、雨はね、降ってなくて過ごしやすそうな感じですね。
早速ね、これから朝食の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。楽しみです。行ってまいります。お並びとかもいいですよね。向かい合わせじゃなくて、うちでも大丈夫ですよ。少々お待ちくださいませ。リレックはね、ドーナツが食べたいみたいです。はい、ということでね、こんな感じで朝食をね、持ってまいりました。お米とかもね、めちゃめちゃ美味しそう。そして昨日のライブでもね、おすすめいただきましたこちらのうなオムレツをね、オーダーさせていただいてます。コーンスープにサラダにフルーツという感じです。なんか彩りはね、綺麗に盛れたんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。カリカリベースカリベーコンは、うまっ。はい、じゃあ、ね、いただいていきたいと思います。まずね、うなオムレツからね、いただいていきたいなと思いますけど、はい、うなオムレツこんな感じ、めっちゃ美味しそう。うん、あ、めっちゃうま。これだけで、これめっちゃ美味しい。ご飯にね、乗っけて丼で食べたいぐらい。レイ君はカリカリベーコン。ドーナツは自分で食べて。あ、ナオムレツがめちゃめちゃうまい。うん、これね、間違いない。ナオムレツ丼を作った方がうまい。最高。レストランもね、非常に清潔感あって、ね、広いですし、明るいんでね、非常に気持ちいいなと思いますね。ということで、これね、食べ進めて、お部屋の方に、ね、戻っていきたいなと思います。いや、これ、うなオムレツめっちゃうまい。うん。はい、結局ね、うな玉丼にしておかわりもいただいてしまいました。これはね、お寿司、ぜひ食べてみてください。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、うなオムレツ美味しかったです。まあ、その他もね、野菜も新鮮でですね、お米も美味しかったし、まあ、全体的にね、お料理も美味しかったですね。でやっぱりね、新しいっていうこともありますけど、やっぱり綺麗で、清潔感あって気持ちいいね、レストランでございました。今回ね、初めてのコートヤードバイマリオット名古屋さん訪れましたけれども、非常にね、良かったです。気に入りましたね。この周辺ホテルも多いですし、なんかホテルホップするのにもね、非常にいい場所なんじゃないかなというふうに思います。はい、またね、ぜひ訪れたいなというふうに思います。まあ今日はですね、まあちょっとレイ君とね、周辺散策だったりとかをちょっと楽しみながら、夕方にはね、まあ東京に帰ろうかなというふうに思いますので、またね、愛知県訪れたいと思います。楽しかったです。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。チャンネル登録、ぜひね、していただいてですね、グッドボタンとか押していただけると励みになりますんで、またね、動画制作頑張っていけると思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。